霞御霊の現世幻談チャンネル。カエルさん、取ってきたよ。取ってきたよ。はい、キノコ取ってきたわ。おもりを分けてちょうだい。お、本当に漢方キノコだげこ。おもりをやるげこ。釣りおもりを手に入れた。じー、まだ何か用げこ。食べるのかと思って。そのまま食えるわけないげこ。これは今度漢方に調合するげこ。そうなんだ、調合できるなんてすごいのね。当たり前げこ。我が輩は森一番の魔術師カエルでげこ。そうなんだ、すごいのね。魔術師。釣れないげこ。頑張れ、魔術師の力を持ってすればなんとかなるさ。魔術師なんだからな。これ、バレない。こっちから行ってさ、カラスにさ、おもり、バレてもさ、固定するものがまだないよね、多分。だから、ちょっと遠回りをしましょう。なんかさ、さっき家みたいなところで固定してる針金がどうのって言ってたから、あれ使えるんじゃないかなって思っているんですが、いかがでしょうか。違うかしら。とりあえず行ってみよう。よし、来た。え、あとなんかある？特にもう何もないんだね。ほい。そうだ、この針金を使えばカラスの羽に重りを外れないように固定できそうだわ。よし、来た。針金入手した。来た。この辺持っていけないの？あ、はい、読む。10月30日。あの日、俺は死んだはずだった。しかし気がつけば再び目を覚ましていた。隣に死体があったような、しかし見当たらない。記憶が曖昧だ。俺はどこまで できたのか。11月10日、村人は誰一人としていなくなっていた。代わりに今では、村は木々が覆い尽くし薄暗い。もうここは村じゃない、森だ。何のことだろう。とりあえずもらっておこう。切れ端、日記の切れ端4を手に入れた。待って、 4？ この紙を燃やそうかと思ったけど、なんかなんだか悪いわ。別の紙を探しましょう。燃やそうと思うな。私も最初はそう思っていた。え？さっきのこの人？まだなんか話せるかな。こんにちは。はこ、ああ、変わらずだね。なんかないかな。箱って言ってるから箱の鍵かなんかの話なのかなって思ってるんだけど、違うのかな。これで固定できるんだよね。どうした、シンリー。あの、カラスさん、これいりませんか？釣りの重りをカラスに見せた。お、それはキラキラしたやつ。お前まさかそれをあのクソカエルからもらってきてくれたのか？はい。お前は偉い。鳥族の仲間にしてやってもいいぞ。よし、早速これを羽につけて。私がつけます。私器用ですから。そうか、じゃあ頼む。この持ってきた針金で絶対外れないように羽に固定して。よし。絶対に外れないよう頑丈にカラスの羽に重りを取り付けた。なんか重たいけど大丈夫か、これ。飛べなかった時外れないと困るぞ。いえ、すごく似合ってますよ。それにカラスさんならきっと飛べます。そうか、ならこれでいいや。バカだなこいつ。よし。で、カラス飛べなくなりました。で、これでカラスはクリアだよね。なんかまだあるかな。
今カラスをどうにかしたわけじゃん。あと虫と狼だよね。虫と狼だよね。虫と狼だよね。どうすればいいんだろう。虫は燃やせばいいかなと思うんだけど。他になんかあるかな。聞いてみよう。どうしたシンイリ、俺様に料理のコツを聞きに来たのか。料理の基本は火だ。まず乾いた場所で薪を並べて、火打ち石で火を起こす。紙なんかも燃えやすくて燃え始めにはいいぞ。それでも火力が足りなければ油だ、油を使え。はい、わかりました料理長。これは役立つ情報かも。乾いた場所どこ？わかんないなぁ。とりあえずどこ？馬とか話しかけたら変わってたりする？全然変わってなかったよ。どうしよう。虫のアジトかな、やっぱり。虫のアジトで、火を起こす？だってもう行けないもんね、どこにもね。一番端行こう。もしかしてどこ？わかんないな。乾燥してるから何なんだ？乾燥してる。火が苦手。紙がないからですか？どうしよう。うさぎさん、なんか知ってないですか？なんか知ってないですか？わかんないですか？いいです。牛さんさっきなんか聞いた気がする。あ、紙いらないの？じゃあ私にください。あげるめー、やった。いい。紙をもらったよ。これでなんか変わるんじゃない？来た？これ？来たこれかな？行くべ、行くべ、行くべ。端っこだ、端っこ。はい。やったー、鍵もらったよ。虫さんごめんね。兄弟って言ってくれたのにね。兄弟とまで言わせたのにね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひこの機会にしていっていただけると幸いです。では
また次の動画であなたとお会いできますように。かすみみたまでした。バイバーイ。